雨が綺麗なお面が泥たでびしょ濡れ。何、こんなものをつけばすぐ綺麗になる。泣きっ面に笑いおかめ。どうしたんだ二人とも、おめえの欲しそうな顔してるぞ。でも買えないよ。そうだよ。二人ともお足を持っていないんです。え、せっかくのお祭りにもんなして。ここへ来るとき首吊りを見たぞ。一結び丸くしたしごきを引き絞って松の枝にかけて幻の袖のような輪を垂らした15、6の娘、人形の首をわらじとに刺してぶっちがえた形などにはめ、足を踏み外してブランブランの天下大変。その死にがおっと来たらごめんな。の間にかつい耳元に若い優しい声が聞こえて、お腹で痛み。病気じゃないんだ。実はどうだす。僕はもうダメなんだ。これからどこへ行くんですか？行きどころなんかないんです。売られたんです。お寺さんにご奉公に上がったまでは良かったんですが、毎日身を粉にして一生懸命お仕えしたのだけれど、茶色のかやで無理やりせめてもう一度生まれた家の影が見たし、忍んでここまで逃げてきた。家にはまだ誰かいるんですか？私はうちに病気のお父さんとおじいさん。僕はばあさんが一人生きていてもせんないこと。このままでは何の手助けもかないません。おゆうは紅麻の肌襦袢でほんの手ぬぐいで包んだ様子に雪のような胸をふっくりとさせ、袖を日のしごきに挟んでいた。破れがやから抜け出してきたので帯も締めていない。しごきの赤がまるで白鷺に鮮血のにじむようだった。嫌だな。手だの足だのひっくり返されて、この石の上でしょうか、草の中でしょうか。私、お湯に入るのも決まりが悪かった。でもそうやって検視されても死んでるんです。空から死んだ自分を見る。